待ち伏せをする時の体制待ち伏せは、戦闘や狩猟での戦術行動の一種であり、あらかじめ交戦地域や、キルゾーンを設定して、部隊を適所に配置し、敵や獲物に発見されることなく偽装して、目標の観察をし、敵地において奇襲を加えるという攻撃である。軍隊や特殊部隊などの多くの軍事組織や、狩猟活動で使用され、 現代戦術論の基本的な攻撃の一種であり、服撃と呼ばれている。また、人間以外の動物が捕食時に獲物を襲うのに使う、同様の行動に対してもこの語を当てる。待ち伏せは、多くの場合、陸上などで活動する陸軍によって使用される。待ち伏せさせる集団のことを不可閉という、軍などの軍事組織の中で、待ち伏せの技法を学ぶことも少なくはない。また、 敵が待ち伏せしているのを想定して、素早く待ち伏せしている敵を見つけ出すものや、待ち伏せしている敵に射撃されないような歩行法などのテクニックも数多くあり、これも多くの軍事組織で学ぶことがある。技法としては、敵に発見され、憎いように服を、周りの景色と同系の色にしたり、顔や手、武器に絵の具を塗るなどの迷彩のほか、敵戦力を集中的に攻撃する相手に、 反撃や回避行動ができる余裕を与えないなどのものが挙げられる。また、敵が車両などで来ることも想定し、敵に対処した攻撃技法も大切である。大規模な待ち伏せ、大規模な待ち伏せは攻撃戦より守備戦に多く見られる。また、守備攻撃問わず、奇襲戦も状況においては完全な待ち伏せとなり得る。古代では第二次ポエニ戦争における、 カルタゴのハンニバル将軍が指揮したがある。古今東西待ち伏せの成功例の代表として知られる。第二次世界大戦後半には日本軍守備隊などが数多くの大規模な守備戦を行っている。これらも周到な陣地構築、周到な作戦、打ち合わせによって行われているため待ち伏せの一種である。著名なものとしてなどが挙げられる。航空戦術においても レーダーなどを使って、敵機の予想進路上で、上空待機させるなどの待ち伏せを行うことがある。肉食動物において、待ち伏せは獲物を捉える方法の一つの形である。待ち伏せ戦略とも言われる。捕食者の獲物の探し方には、大きく見ると移動しつつ探す場合と、動かずに獲物の来るのを待つ場合があり、後者が待ち伏せに当たる。しかしながら、この二つは、 完全に区別できるものではない。移動しつつ探す場合にも、獲物の来そうな場所を回る場合、そこで少し様子を見ることもあるので、短期的な待ち伏せが含まれる。待ち伏せ戦略という場合、基本的に移動は考えていない、というふうに見えるものを指す。例えば、蟻地獄や網を張る雲のように、特定の場所に捕獲のための巣や装置を作るものは、典型的な待ち伏せ戦略である。 待ち伏せを有効にするためには、よく獲物が来る場所を探さなければならない。しかし、中にはより積極的に獲物を誘引する方法を取るものもある。アンコウなどは有名である。ありがとうございます。